はい、わかりました。新庄隊員、新一君ってここから電話が入ってるそうよ。え、新一？あいつしょうがねえな、本部までかけてきやがって。知り合いなの？いとこなんですけどね、将来ガッツに入りたいなんて言ってるんですよ。でもまだ小学校3年生ですけど。新庄隊員。ごめんごめん。ほら、ダメじゃないか、本部までかけてきちゃ。おじさん？おじさんはやめてくれよ。いくら年が離れてるからってさ。大変だよ、カラス人間が出たんだよ。何？カラス人間？僕見たんだよ、カラスの顔をした男が人間を消しちゃったんだ。人間を消した？新一、もっと詳しく話すんだ。モニターを見てください。一週間前から人間が消えたという報告が数件あります。東、京南、中央の各で6件。新一、今どこにいるんだ？カラス人間がまた現れました。尾行します。新一、どうしたの？あいつ隊員気取りで尾行するって。やつみたいに電話の発信地区は B2 地区東公園内。待って、大吾隊員、新庄隊員同行して。了解。あいつ何者なんだ？隠れ家を絶対に見つけてやるぞ。おじさん。おじさんって言うなよ、このダメじゃないか、勝手な行動取っちゃ。今そこにカラス人間がいたんだよ。ああ、分かった分かった。そいつは俺たちに任せるとしてだ、お前は家に帰るんだ。チェッ、奴らは甘く見ない方がいいよ。光線を浴びるとあっという間に消されちゃうんだ。何するんだよ。ガッツの隊になりたいんだったらな、指示を無視しての行動は厳罰だぞ。分かった。そうだ、今度何かがあった時にもっと早く連絡ができるように PDI のアクセス方法を教えてよ。ダメだ。チェ、ケチンボ。シンジ、
第五隊が捕らえたこの怪人、一体何者かしら。カラスが進化したとは考えられないし。その可能性はあります。進化のベースが鳥類の知的生命体がいるとしたら。カラス人間クロウ人か。彼らの武器で恐ろしいのはこの縮小光線です。これを何とかして防ぐ手段を考えないと。堀井隊員。できないなんて言えません。任しといてください。安住隊員、クロウ人のリサーチを。了解。新一君を早く助け出さないと。新一、頼むから無事でいてくれ。恐ろしく美女だ。ガッツオムのメンバーをコールしてる。シーチだ。おじさん、おじさん、誰がおじさん。新一、無事だったか。よかった。ちっともよくないよ。きっと助けてくれると思ってたのに。いや、面目なし。でも PDI はここにある。これでガッツ本部に通信できる。新一、奴らが来たら教えるんだぞ。うん。隊員からのエマージェンシーコールをキャッチしました。場所を特定して。了解。おじさん、気がついたかね。ガッツの隊員もこうなるとただの人形だな。
お前たちは一体何者だ。人間をさらってどうするつもりなんだ。我々は T-413-7 からやってきた。我々の星にも君たちによく似た動物がいるのだよ。奴隷として使っているのだがね。しかしそれが今や絶滅の危機に瀕している。そこでこの星にやってきた。この星の人間も十分我々の奴隷として使えることが分かったんだよ。なんだって。この結果を報告すれば退去してこの星に人間狩りにやっていく。ここは30年前に機能が停止して廃墟になっています。建物の奥に動力反応があります。かなりのエネルギーです。突入しますか。待て。あの光線を浴びたらひとたまりもない。堀を待とう。リーダー、新庄隊員からの通信です。何？新一もさらわれた人たちもみんなここに。体を縮小されています。位置を教えろ。あ、来た。新庄どうした。新庄、お待たせ。バイク便到着できましたよ。あの波長の光線を乱反射させるバリアカートリッジ。はい、これさえやったらあの光線は防げます。よし、隊長突入します。いい？目的はあくまでもさらわれた人々の救出よ。よし、二手に分かれるぞ。
ラマンティガ。堀！はい。大部隊でこの地球を襲ってくる。攻撃だ。了解。
った。いや、一時はどうなることかと思ったよ。ありがとう。ほんまやで。俺がこの縮小光線を分析したおかげで、あのままの方が良かったのかも。さらわれた人たちもみんな元に戻ったし。ええ、本当によくやってくれたわ。あ、おじさん。じゃなかった、新庄隊員。新一か、どうした。東公園内は異常はありません。了解、新一隊員。獲物を放ち、ハントする無残星人。地球で追われるルシアを守れ。本部より副隊長。次回ウルトラマンティガ、放たれた標的、お楽しみに。